y o u ネバ Never Walk Alone は1945年のミュージカル回転木馬のためにリチャード・ロジャーズとオスカー・ハマー,アースタイン2世によって制作された楽曲である。ミュージカル内で歌唱される際の放題は人生一人ではないである。この曲は多くのアーティストたちの手によって録音され、1945年のフランク・シナトラのバージョンがビルボードチャート9位にランクインした。 1950年には有名なテノール歌手、マリオ・ランツァのバージョンが公開された。1954年に、ロイ・ハミルトンのバージョンが、R、R&B チャート1位となった。1964年のパティラベルザ・ブルー、ベルのバージョンは34位となった。1968年のエルビス・プレスリーのバージョンが90位となった。三大テノールのコンサートでも歌われた。 2020年には100歳を迎える退役退位、トム・ムーアとマイケル・ポールとのデュエットで全英シングルチャート1位を獲得した。この曲の最も成功したバージョンは、リバプールのマージービートバンド、ジェリーザ・ペースメーカーズによるもので、1963年10月26日から4週連続で全英シングルチャート1位を記録した。この人気を受けて、後に、 地元のサッカークラブリバプール FC のサポーターソングとして歌い継がれるようになり、試合開始前と終了後に常に歌われるクラブの愛称歌となった。ホームスタジアムのアンフィールドには1970年代の栄光の時代の監督であるビルシャンクリーの名を冠したシャンクリーゲートという門があるが、その門の最上部にはユールネイバーウォークアローンの文字が刻まれている。また、 リバプール FC のエンブレムにもこの文字が冠されている。シャンクリー・ゲート現在、この曲はリバプール FC の他にも世界中のサッカークラブのサポーターたちに歌われ人気を得ている。ありがとうございます。